飛鳥大門、学生の時に嬉野道場に入門し、海戦嬉野森慶雄先生の教えを受けました。大学卒業後は就職をせずに、合気道と日本武道の歴史の研究を専門とし、味の森道場、そして防衛道場、慶応の信頼、学習院で飛鳥大門、合気道会の師範を務められました。昭和39年、合気道を研究するヨーロッパで、各国で指導を行い、創設したイタリア合気道、日本伝統文化を開発し、イタリア政府公認の財団法人といたしました。昭和45年にイタリアから大陸に乗ってくれば、日本とヨーロッパを往復して、合気道の指導と研究に当たっております。正しい反応天皇家は、自由が丘道場と太田正史さん、月相寺道場と小林博之さん、早稲田大学合気道会の西尾康生さん、東京大学合気道キレン会の工藤俊介さん、そしてイタリア合気会のカステルティ・マッシュさんです。Thank you.